Hello，八千，你别装了，我知道你是国人。なにをとんねんお前。皆さんはこんばんちは、ゆうたまです。ということで、今回はですね、ついにですね、荒野行動に FPS モードが追加されたということでやっていきたいと思います。どんな感じなんだろうね。こんばんは、中国人の方かな。皆殺しにしまーす。デパートがね、なんかいつも盛り上がってるっていう聞いたんで、ちょっと行こうかな。いないね。あー、やばい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 。そんなこと、あー、言ってたら、おー、なんかいけた。おー、すごい変な感じ。めっちゃ変な感じする。おー、こういう感じか。あー、嘘でしょ。ちょっと、感度はそのままなのかな、これ。そんな、あれだね。早くもないし、遅くもないって感じ。調整は必要ないのかな？お、いいねー。これが、あっと、いいねー。おー、すげえ。あ、いいね、これ。おー、あ、これはやりやすいぞ。荒野行動は、腰打ちが強いからね、さらにやりやすいんじゃないかな。あれだね、昔の無料 FPS ゲームみたいな感じでできんね、これ。でも FPS モードになるとあれだな、なんか視点が低いな。これ敵ちゃんと倒せるのか？敵がいないね。敵が全くとしていない。これは楽しい。これまだスマホ版には来てないのかな？どうなんだろう。スマホ版だとどうなんだろうな。スマホの FPS とかやってた人はやりやすいんじゃないかな。なんだっけ、モダンコンバットだっけ。ああいうゲームやってた人はやりやすいんじゃないかな。まあでも一番楽しいのはやっぱ多分 TPS だと思うけどな。日本は FPP モードは流行ってないからな。海外だと PUBG とかは、FPS モード？ FPP モードが主流なんですよね。なんか TPP はなんか、せこいみたいな、そんなような考え方だった気がする。あ、なんか来たし。来たよ。おー、危ねえ！太郎！太郎来たー！太郎ちゃん、どうしたの？こんなとこに来て、お買い物？ちょっと待って、マイクね、オフにしてないからね、危ないねえ、ほんとに。おー、蜂っすかー。いやー、宅急便のお兄さん、いい人だねー。かなり装備は揃ってる。うわー、いいねー。いや、FPS モードの方が俺好きかもわからんな、これは。すごい。あれ？これ、フリールックがないのか？あれ？あれ？フリールックがない。あ、このモードフリールックないんだ。おー、よし、バイクに乗ったら、3人称なんかい。バイクに乗ったら3人称なんかい。ここら辺は違うんだ。ここも、あれだね。FPS 視点が良かったね。もしも、あー、くそー、マジか。ということで、今回 PC 版なんですけども、PC 版って、前はね、キー設定できなかったんですけども、アップデでね、自由に設定ができるようになりました。キー設定できるようになったんだけど、このマウスのサイドボタンはね、割り当てができなかったんだよ。いつも PUBG とかさ、しゃがみと、あと射撃の切り替え、バーストとか単発に切り替えを振り分けてるんだけど、振り分け結局できないからさ、結局デフォルトのままです。そこちょっとできるようにしてほしいね。お、95式。最近95式は待ってます。お、いいね、 FPS 視点の95式。あ、敵来た敵来た。いいぞ。危ねえ。なんか、弾出なかった。危なっ。敵の銃声が自分の銃声だと思ってた、今。危なすぎ。怖っ。なんか撃ってたと思ったら、なんか音違くねってなって。敵の銃声だったんだけど。やっぱ FPS 視点だと、車乗ってる時は TPS だからさ、降りた瞬間、えってなるわ。てか、やっと1キルだわ。ん？敵だ！いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、ここだぞ、俺は。おい、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 ここだ？お、いた、いた、いた。おい、生きてますかー？嘘。くそ、どこ行った、あいつ。裏回って、残りこいつだけ。てか、こいつ死んでるやん。嘘でしょ。残り1対1なんだけど、いつの間にか。何これ、虚しすぎる、この勝利は。嘘でしょ。お母さん買って、木魚買って、お母さん、もう。これスナイパーで決めるか、じゃあ。いた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 。あー、いたいたいた。うわっ、うわー！いや、余裕っす。
すね。甘いわ、それは甘い。それは甘すぎるわ。初段当ててくれんと。危ねえ、でも勝てた。やったぜ、ドンガズー。 LPS していいっすよね。どう思います？なんやお前。俺や。なんやお前。LPS して面白いな。面白いな。面白いっすよね。うん。お前は、ざけんなよ、お前。お前どこに降りるんだよ。お前どこに降りるんだよ。俺っすか、うん、俺は大体、都心か、うん、都心ですね、うん、あ、都心か。なるほどね。ああ、ぶっ殺すわ。オッケーっす。スカートの中見せて。スカートの中見せて。スカートの中。ああ。いいですね。ああ。どう、スカートの中見られてる気分。いや、別に俺男なんだ。男なんで。はあ。へえ。いや、最高だね、FPS モード。いや、最高ですね。YouTube 出してるんですけど。これ TP、何 YouTube 出してる？出してますよ。4つしかも最近ですけど。俺も YouTube 出してるよ。マジですか？ちょっと教えてください。うん。ハイグレタモって言うんだけど。ハイグレタモって調べて。出てきた？出てきた。ぜひ、チャンネル登録、もう少しで40万人だからチャンネル登録してくれ。声違う気がするけど。声違う気がする？都心で、再開ってことで。ああ。都心で会うじゃないか。負けねえからな。めっちゃ。お前 DJ か。DJ か。うわ、これ難しい。おい、そこにいるんだろ、お前。そこにいるんだろ、お前。うわぁ。うわぁ。うわぁ。この人、めっちゃ面白い。お前許さねえからな。許さねえからな。許してよ。ちょっとこれじゃ、シャラクセンでもう一戦いくか。そっちらへんに降りてんね。いいよ、いいよ。いいぞ、いいぞ。あ、どこだ、どこだ。ここか、ここなのか。なんかみんな情緒不安定やな、お前ら。え、どこ、どこ降りてんの、それ、結局。ん？意味わからんとこ降りてる。あ、やばいやばい。本当に敵いないわ、これ。結局、俺一人やー。さあ、ここからが勝負や。コロテンテンってな。ミドリン99、万人。コロテンテンってやばいな。センスがやばい。ないか。都心進化あたり行ってみるか。アスカキラ、アスカキララとかいたけど今。よし、行くぞ。出てこーい。空いてねえな、ここら辺も。うん、それにしてもまた敵が見つかる。なんかすごい。かそってんのかな、もしかして。PC 版で、一人称モード、最近出たから、キルログを見て、はじめんわらわら。これボットだったらやばいぞ、運営。マジで、これでやられたらマジ、血管、毛細血管ブチギレ案件だ、これ。俺、何年 FPS やってきてって思ってんだ。もう多分10年ぐらいになるぞ、ほんとに。マジでそのぐらいになる。サドンアタックっていうですね、無料 FPS から僕、FPS ゲームやってるんですけども、それからコールオブデューティーやって、まあその他いろいろなゲーム、BF やら、レインボーシックスやら、デスティニーやらいろいろやってきたんですけども、そんな男がね、ここで、負けて、たまるかって話ですよ。なんで、残り1対1になってる、なんか嫌な予感がする。もう嫌な予感がするよ、これ。ねえ。はい、ということでね、ゼロキルドンガツ達成いたしました。いや、これは奇跡だ。ゼロキルドンガツきっとめっちゃ奇跡やん。やば。皆さんもね、ぜひね、FPS モードぜひやってみてください。次回はね、ちょっとスマホでやってみようかな。ということで、皆さんありがとうございました。バイ。